ものならやってみろ。やりました、母さん。これでこの戦は。愚かな子め。やはり邪竜は滅びる定め。正しい理由にはませんでした。なれるわ。あなたなら生まれ変われる。いつかそんな日が来たら、私あなたに似合う素敵なものをお誕生日に贈るの。ありがとう。いつか叶うなら、真っ白な服を着て、輝く剣を持って、あなたのような世界を救う神竜に。今のは夢？いえ、あれは私の記憶。ここは ああ、そうか。私は死んだんですね。ベイルをかばってどれだけ眠ったってもう目覚めない。あの時、千年前のようには自分の夢が叶っていたことを知るのが失った後だなんて皮肉です。せめてこちらで母さんに会えるでしょうか。母さん、ベイル、どうしてここに。パパが指輪の力を使ってグラドロンの血を復活させたの。そしたら魔法具に力が戻って、頭が痛くなって、気づいたらここに。ごめんね。私の人格は多分死んだんだと思う。はっ、パパから聞いたわ。あなたが私のお兄ちゃんだったんだね。せっかく守ってくれたのに、ごめんなさい。私なんか見殺しにしてよかったのに。何を言っているんですか。私はあの時の選択を間違いだとは思いません。ベイルの体はまだ生きています。あなたは助かる見込みがありますよ。もう無理だよ。え？これまでだって何度も頑張ったんだよ。いつかパパが私を見てくれるかもしれないって、異界への信仰なんて諦めて家族として暮らしてくれるかもしれないって。もし私が頑張れば、今度こそって思うのに、何度も何度も叩き潰されるの。もう疲れちゃったよ。また死ぬのなら、また負けるのなら、ここで終わりにしたい。ベイル、ねえ、一緒に眠ろう。どうせこの世界はもう滅んじゃうよ。私は兄弟に会えて満足だよ。
こっちでみんなが来るのを一緒に待とう。そうですね、それもいいかもしれません。じゃあ。でも私は諦められません。大切な人たちのいるこの世界を救いたい。それにもう終わりにしたいだなんて思うほど、ずっと辛い思いをしてきたベイルが報われないままだなんて嫌です。そんなのもういいよ。仮に戻ったとして、戦ってあの場を切り抜けても、指輪の力なしではパパを止められない。私には紋章師の権限はできないの。できるのは成功な異形兵を作ることぐらい。邪竜らしい最低の力だわ。異形兵をできることあるじゃないですか。私を異形兵として復活させてください。ベイルの作った異形兵ハイヤシンス王は、まるで生きて戻ってきたみたいでした。あれなら私も同じように戻れますよね。そうかもしれないけど、異形兵のこと苦手だって言ってたじゃない。思わずひらんでしまうくらいに、その存在に自分自身がなるのよ。もう二度と元には戻れない。今ならせめて竜として死ねるわ。なのにそんな覚悟がある？はい、みんなのためなら普通の死なんていりません。ただこの戦いを終わらせることができればいい。どうか逃げないで、諦めないでください、ベイル。このまま何もしなければ、ただ全て失うだけです。今の私たちにできることは多分これしかないんです。ベイルには夢はありますか？夢？仲間に言われたんです。生まれは関係ない、大事なことはその人が何をするかだって。その人が何を夢見てどう生きるかで未来が変わる。ベイルは何になりたいですか？考えたことなかった、そんなこと。でももしも今から変われるのなら、私はあなたみたいな世界を救う竜になりたい。私たちはやっぱり兄弟ですね。その言葉、私も昔ある人に言ったことがあるんですよ。ベイルの夢はきっと叶います。戻って一緒に叶えましょう。分かった。私頑張る。もう一度だけ頑張ってみるから。だから待ってて、お兄ちゃん。はい、ベイル。大切な妹、私はあなたを心から信じていますよ。みんなここで死ぬんです。抵抗などやめて楽になりましょう。ベイル様、目を覚ましてください。もう一人の私が恋しいのですか？ではモーブ、あなたから殺してあげます。向こうであなたの主に会えるといいですね。ベイル様？まだ歯向かいますか。往生際が悪いですね。そうだよ、私はおとなしく死んでなんかやらない。独り言か？様子がおかしいわ。あれはまさか戦っていらっしゃるのですか、本当のベイル様が。
お兄ちゃんは私を信じてくれた。だから私も自分を信じる。うるさいですよ。死ぬのはお前の方です。泣くのも惨めな思いをするのも負けるのも全て。いいえいいえ、私はもう自分には負けない。こんなもの粉々にしてやるんだから。何？ヒビが入っているのなら壊せる。消えるのは私じゃない、あなたよ。やめろ、やめなさい。言うな、死にたくない。お父様、お父様。パパは私を助けになんか来ない。さようなら、もう一人の私。マーブ、私はもう大丈夫だよ。よかった、本当によかった。ここまでお一人でよく頑張られました。一人で戻ったんじゃないよ、お兄ちゃんがいてくれたから。神竜殿、冥界の万人よ、死した体に再び生命の息吹を。この者を異形なる兵として具現したまえ。蘇れ異形兵。できるわけない。それだけは。待ってください、みんな。違うんです、私はみんなと戦う気なんてありません。異形兵となったのも私が願ったこと、レイルが私の願いを聞いてくれたんです。どうか信じてください。どういうことだ、本当に君なのか。はい、私はみんなと共に旅をした。この身が何になろうとも、その事実だけは、この心だけは変わりません。お兄ちゃん、これ英雄王の指輪。体の近くに落ちてたの。力を失ってもそばにいたかったのね。十二の指輪の紋章師は役目を終えたせいで力を失っているわ。権限できる。レイルが頑張ってくれたんです。次は私の番ですよ。うん、マルス、やっと迎えに来られました。どうか姿を見せてください。輝け、始まりのエンブレム。ここで終わったら何もかもおしまいなんです。みんなを守るために、世界を救うために、お願いです。もう一度力を貸してください。輝け、始まりのエンブレム。マルス、ありがとう。紋章師マルスを懸念した。でもあれは邪流の。お兄ちゃんの体は今私の力で動いているわ。紋章師の権限も邪竜の力を使うことになる。なんだこいつら、紋章師に反応してるのか。時間がありません。私の力で全ての紋章師を再び権限し直します。
この場を切り抜ける方法はこれしかないんです。すぐには信じてくれなくていい。それでも今は共に戦ってください。少子の指輪はこの場に散らばっているみたい。お願いお兄ちゃん、指輪に近づいてもう一度権限して。指示をくれ。ええ、通りに。守らないと。了解。行こうか。お申し付けを。はい。覚悟はある。仰せのままに頼ってね。行きます。分かったわ。分かったわ。見つけました。教えよ、風花のエンブレム。燃え上がれ、覚醒のエンブレム。吹き渡れ、烈火のエンブレム。私もっと頑張るわ。だから一緒に来て。よかったよ。ここからは一緒にね。どんな姿でもあなたはあなた。また一緒に行こう。ここですね。守れ、響きのエンブレム。癒せ、暁のエンブレム。嫌じゃなかったら私と一緒に来てくれる？一緒に来て。この姿の扱いは私慣れているわ。行きますよ。戦え、総援のエンブレム。伝えよ、聖戦のエンブレム。晴れ渡れ、聖魔のエンブレム。ここにいたんだね。力を貸してくれるかい？まだいける。その力、私の隣で見せてくれ。頼む。
死は紋章師と開口した。力を貸して。よし、さあ姿を見せてください。立ち向かえ封印のエンブレム、解き放て系譜のエンブレム、吠えろ選択のエンブレム。寂しくなかった？これからは私と一緒よ。どうか今再び俺に力を。不本意かもしれませんが、僕と来てください。やりました。全ての指輪を集めました。よかったよ。全ての紋章師を権限できました。敵も片付いたようですね。よかった。すまなかった二人とも。アルフレッド、疑ってしまったんだ。君が異形兵として蘇った時、これはソンブルの策で僕たちを互いに殺し合わせようとしているのではないかと。けれど共に戦って分かったよ、君たちは間違いなく味方だ。戻ってきてくれて嬉しいわ。それがどんな形でも。信じてくれてありがとうございます。レイル王女もありがとう。あなたが頑張ってくれたおかげだよ。よくぞ自分自身に打ち勝った。そして神竜様を連れ戻してくれた。そうでなければ私たちは皆この場で死んでいただろう。いえそんな。嬉しいです。これでまたみんなと一緒に。どうしたの？体が動きません。消えかけています。どうして？致命傷を受けていないのにこんなに早く消えるはずないわ。その体には限界まで力を与えたはずよ。もしそれが尽きたというのなら、12の紋章師を権限する力に到底及ばなかったということ。私はそんなにすごい力を使っていたんですね。大丈夫よ、もう一度私の力を。
冥界の番人よ。死した体に受け付けない。体がもう耐えきれないということ。ありがとうベイル。私はここまでのようです。安心してください。紋章師は12人揃っているんです。私がいなくてもみんなならきっとソンブルを止められます。いやよ、せっかく頑張れたのに。一緒に夢を叶えるって言ったのに。ごめんなさい、またそんな風に悲しませて。せめて最後に役に立つことができてよかった。みんなをここで死なせずに済んでよかった。でも本当はみんなと最後まで共にいたかったです。お兄ちゃん、やっと指輪を取り戻せたのに、やっとみんなで手を取り合えたのに、託された使命をこの手で果たしたかった。平和になった世界をこの目で見たかったです。光？竜の子よ、力を望みますか。皆と共に最後まで戦う力を。この声はマルス。死してなお戦った竜の子よ、もう一度立ち上がりたいと願いますか。戦いたい。ここで終わりたくない。この先どれだけ辛くても世界を救うまで戦いたいんです。あなたたちエンブレムのように。その願い受け取りました。あなたに力を授けましょう。誕生日おめでとう。どうしてこの指輪が。それが君の紋章師の指輪となったんだよ。マルス、その姿は。君が神竜の力を取り戻したおかげさ。その指輪にはルミエルの神竜の力が宿っていた。いつかこうなることを分かっていたのかもね。君がこうして生まれ変わることを。私は死んだはずなのに、この姿は。それに紋章師の指輪って。君は十二の指輪の力で新たな生を受けたんだ。十三番目の紋章師
ファイヤーエンブレムとして。ファイヤーエンブレム、私が13番目の紋章師に。そうよ、その指輪は新たなる紋章師の指輪となったの。私たちの依代と同じに。しかし君は元より精神体である私たちと違い、この世界の肉体も持っていた。そのせいだろうか、こんな風に紋章師として特殊な性質を持つこととなった。異形兵となる前の体。紋章師としての力は指輪に込められる。竜族が石に竜の衝動を込めるようにね。君はあの時確かに死んでしまったけれど、新たな肉体を持つ紋章師として生まれ変わったんだ。12の指輪の力でですね。でもどうしてですか。指輪の力は1000年に一度きり、すでにソンブルに授けられてしまったはずです。それはこの世界のものには告げられない秘密。12の指輪が持つもう一つの力のおかげだよ。もう一つの力。あなたの紋章師になったことだし、このことを明かしてもいいかもね。紋章師の指輪には千年の時を待たずして力を強制的に発動できる紋章の奇跡があるんです。奇跡の条件は12紋章師全員が一ところに集う、誰一人違わず同じ願いを持ち祈ることだ。それってあの時私たちは全員で祈ったの。あなたと共に戦いたいと。ただし行使すれば代わりに、それから何千年待とうと二度と力を与えることはできなくなる。私たち十二紋章師がこの世界に与える力はあなたに託したもので最後となります。この先の力を全て使ってでも、私たちはあなたと共にいたかったんです。それが初めて一つとなった紋章師全員の願いだったんだよ。みんな死した命は戻らないけれど、こうすれば君を救えると思ったんだ。勝手なことをしてすまない。紋章師となるのは君の本意ではなかったかもしれないけれど。いいえ、二度も死を迎えた私を救ってくれてありがとうございます。この先世界に力が与えられずとも、私と仲間たちが必ずみんなを守っていきます。それから言うのが遅れてしまいましたが、お帰りなさいワルス。あなたとこうして話がしたかった。イルシオンで離れ離れになってからずっと待たせてしまってごめんなさい。何も気にしてなんかいないさ。目覚めを待つのに比べたら瞬きよりも短かった。改めてよろしく。これからは同じ紋章師として。はい。ああ本当によかった。もう一人でいなくなるなんて、そんなのはなしだよ。もうどこにも行かれませんな。このバンドで何度肝を冷やしたことか。私も祈ったの、最後まで神竜様と共にと。きっとみんな同じ気持ちだったのよ。ああ、紋章師としての力、この目で見ることが楽しみだ。みんな心配かけてごめんなさい。私はもうどこにも行きません。みんなと最後まで戦います。これからはずっと一緒にいられるね、ベイル。私がここにいるのはあなたのおかげでもあるんです。ありがとう。ううん、私こそ。あなたがかばってくれなかったら今頃死んでいた。お礼を言うのは私の方。本当にありがとう。何です、この揺れは。地震。いや違う、それとは比べ物にならない強大な力を感じる。
浮上したグラドロンの地で何かが起こっているのかもしれない。外に出よう。リタスの海に大陸が。これがグラドロンの地。上空で異界の扉が開きかけている。力を得たソンブルが異界へ進行しようとしているんだ。早く止めに行かないと。そうしたいところだけど、結界に阻まれていてたどり着けそうにないね。大陸を覆うほどの巨大な結界だわ。こんなに強大な力を使うだなんて、パパは誰にも邪魔されたくないのね。私たちをこの世界から出さない気よ。結界は解除できるんですか？力の源である蛇竜門を破壊すればいい。蛇竜門は神竜門と同じく力を持った紋章だ。でもそれがどこにあるのか。私わかるわ。ヘイル、グラドロンの地に力の渦を感じるの。同じ蛇竜だから感じ取れるのかも。全部で2つ、いえ3つ。こっちの方向よ。私についてきて。ではこれよりグラドロンの地へ。蛇竜門を破壊し結界を解除しましょう。